Happy birthday to you. Happy birthday to you. うわー、うまそう。マルコ、マルコのじゃないよ。あら、私に？ありがとう。めでたい日だな。よかったよかった。親子で出会えて。いいのかしら、こんなに祝ってもらって。うん、今日はな。そう、いっぱいお金を貯めてさ、僕らで用意したのさ。おめでとう、おかん。ありがとう、マルコ。これだ。これこそ私の求めていたもの。おい、血液まだか。僕のを使ってくれ。無理だ、生き物としてちげえだろ。私のは型がちげえ。使いな。合ってんのかだけ調べさせてもらう。問題ねえはずだ。同じ股から生まれてんだからよ。やっぱり君は。あの、まっちゃん大丈夫なんですか？命はある。だが眠りが深い。このまま戻ってこないこともある。今晩が峠だ。泣いているのかい？ああ。君に興味はない。君はただの栄養素だ。僕に見つかったのが運の尽きさ。おう、食べたきゃ。食べれば。いいだろう。君の記憶ごと骨の髄までいただくよ。ん、ここはマルコ。ああ、執事の姉ちゃん。私とお付き合いしていただけますか？いや、さすがに無理っしょ。女同士だし。そういうお付き合いではありません。あ、すいません、間違えました。私はあなたの恋愛対象になり得ますか？やっぱそういうお付き合いじゃん。私は本の虫ですが、それでもダメでしょうか？いや、誰かと付き合うとか考えたことないんで。よろしい。麻酔に勝っている。麻酔に勝つ？なんだこれ。空から声が聞こえてくる。ここはあなたの深層意識の世界。ん？どういうこと？現実のあなたは今失血死寸前です。はあ？死を前にしてあなたの命はついえつつある。まっちゃん、元気出して。ほら、お蕎麦だよ。私が作ったお蕎麦食べるって約束したじゃん。おいバカ、顔面に蕎麦乗せんじゃねえ。心配。いいか、これから銀河一の麻酔をぶっ込む。この麻酔は一発打つとメンタル次第では戻ってこれないけど、腕を少しでも復元させたいのならそれしかない。マルコの腕は冷凍してあるか？はい、
うちの冷凍庫で冷やしておいたわ。こら、友達の腕見て吐かないの。きちんとつながるの？お願いします。抹茶の腕を元に戻してあげてください。ダメだな、もうこの腕は使えねえ。もう吐かないから。で、え、じゃあもうまちゃん腕なくしたままなの？銀河竜の歯を使う。歯？ああ、抜歯したこいつをマルコの右腕に移植する。この歯は株さえ見つけちまえば無限に生えてくる。この冷凍された腕にぶち込む。もし適合すれば復活するんですか？ただ一つだけ問題がある。こいつのメンタルがぶっ壊れる。廃人になるってこと？そのための麻酔だ。私の腕は銀河一だからな。もしマルコが耐えられなかったら？激痛のまま死ぬ。もし死んだらこいつの臓器は全ていただく。それでもいいな？待って、腕を治すことがそんなに大切なの？命を落とすかもしれないのに。今決めな、銀河竜。マルコはきっと大丈夫さ。どこ行くの？あっちゃん、そばについてあげなくていいの？会わなければいけない人がいる。この子の腕はもう聞かせてあげるための腕なんだよ。というわけで私が使わされました。なんすかその人選？てかなんで？みな、あなたを失い心にダメージを負っていますが、私だけ無傷だったため選ばれました。白状ってことすか？大蔵省もメンタル強そうだけど。落下は株価を心配して心を痛めています。今そっちの方が白状っすわ。今あなたの体を流れている麻酔は蜜のように甘いですが、意識ははっきりと保ってください。ブヒ。うん、非常食。ブヒ。この豚は付き合ってくださいと言っています。あ、なんで飯と付き合うんすか？そう、その調子です。今の私はあなたを誘惑から守る、さしずめ守護者です。何でもお申し付けください。んー、やば、なんか眠くなってきた。はっ。いた！足踏むなし。寝てはいけません。麻酔が効きすぎて絶命します。マジっすか？勘弁してほしい。いつまで起きてりゃいいんすか自分。手術が終わるまでです。うわーやべー、血液が足りねえ。うわー、すごい血出てる。血がかかってる。虹がバケツ、バケツ持ってきなさい。もったいないもったいない。あー、すげえ心配。あら、こんにちは。あなたは確か…はい、学校で何度か会ってると思う。実は…その…お願いがあるんだ。こんなこと言うのおかしな話かもしれないけど、マルコが頑張ろうとしてるんだ。あの子は小さい頃この星から連れ去られて…ごめんなさい。何の話かしら？それは僕が食べたからなんだ。あなたの記憶を。あなたの悲しみとマルコの悲しみを。僕が食べた。食べてしまったものは戻すことはできない。だから。ごめんなさい。いえ、その、
ごめんなさい。人違いだと思うから。これ写真です。見たくなかったら捨ててもいい。ただあの子がいたことは分かってほしくて。本当に申し訳ないことをした。僕があの子の母親代わりになってみせる。それでいいかな。それで許してもらえるかな。ねえ、あっちゃん。ん？だからあっちゃんは虫歯なの？ん？悲しい記憶ばかり食べてきたから。内緒だよ。マルコと銀河流。姉さん、起きて。行くよ。え？何？ニュース見て。へえ、何あれ。もう肉眼で見えるじゃない。よだれ拭きなよ。垂らしてないわよ。もう興奮しないんだね。今までああいうものを見てきたとき、窓にへばりついてよだれ垂らして、人類の躍進だの、銀河生物に技術を教わりましょうだの、テンションバリ高だったのに。不思議ね。今はなぜか、怒りが湧いてきているわ。何度もやられてきたからね。ましてや友人をあんな目に遭わせる連中に、情けは無用だわ。放題ならダメだよ。ラッカ！友情も大事だけど、お金も大事。裸じゃやられる。ラッカ、私最近ね、あの子がなぜ探しているのか、分かってきた気がするの。何？宝を探すのが好きなんじゃなくて、宝を探す途中で出会うものが好きなのよ。あの子の中ではそれがキラキラと輝いて見えるのよ。宝は見つけたいよ、誰でもさ。でももし姉さんの言う通りだったら、あの子が私たちと出会ったことは輝きの一つにでも入れておいてもらえそうかな。もちろん、あたい千金に決まってるわ。これ、お母さんの残してた文献から。星を砕く者のデータ。いやー、ごといくんだね。すごいね。あ、子供市長から電話来てるよ。はい、もしもし。なるほど。海岸に黒いコンテナが漂着。上陸したって。おい、なんだあれ。誰か、誰か助けて。君も早く逃げたまえ。この街は放棄すべきだ。手放されば本土が危ない。え、逃げるんですか。いやいや、それおかしくないですか。だってちょっと、一度撤退し交渉していくしかない。そうしないように戦ってきたんじゃないですか。もしもし、聞こえるか。生徒会の諸君、生徒会の諸君。はあ、やばい、眠い。ぶひ、あ、これは初めて非常食と会った時の。ぶひ、あの奇妙な生き物ですね。どこで出会ったのですか。ああ、私が奴隷生活に慣れ始めた頃すかね。ワニに飼われて、まだ盗みの基礎を教えられてる時っす。初めて手に入れたものをあげたんすよ。腹が減ってたみたいで、もりもり食って、
そしたら懐かれて今に至るというか。マルコ、なんだいそれ。これ育つかな。お、いいね。非常時に食べるために太らそうという作戦だね。太るかな。もちろんさ、ブクブク太ってもらおう。つって非常食はそこから全然超えていかないんすけどね。でもその代わり、いろんな芸を覚えていく。コーヒー。さ、食事が振る舞われますよ。誰が用意したんすか。つか、なんすかこの寸胴。マルコ、このご飯が美味しかったら私と結婚してね。でも食ったら眠くなりませんか。彼女は本物のテラ伊勢崎ではありません。気をつけてください。出たよ、麻酔かい。さ、心を込めて作ったのよ。美味しく召し上がりなさい。いや、人にお玉向けんなし。やだ、男らしい。好き。うざいな。こう見えて天使関白でも全然 OK なタイプなの。亭主じゃねえし、あっち行けし。私も作りましょうか。アスパラガスのバター炒め、アボカドとチキンのサラダ、シチューはホワイト。カロリー計算もできています。え、そっちの方がうまそう。お口に合うといいのですが。マルコ、誰よそのアバズレ。この女は深層意識でもひどいっすな。浮気ね。そうなのね。ひどい。そもそも今日は私と海に行く約束でしょ。ちくしょう、ひとしきり遊ばされてしまった。まっちゃん。いえ、大蔵省まで一緒にテニスしよっか。いやいや、絶対やんない。またまた、実は上手なんでしょ。ほら、早く着替えて着替えて。ね、大蔵省のやつ許さん。しかもうまかったし。どうしたの、もう疲れちゃったの。体力がくそ減っていく。どうかしら、私たちのリゾート地はあなたのために手に入れた島なのよ。頼んでねえし。だったらラーメン店とか焼肉店とか買ってほしいっすわ。ねえマルコ、私の両親に会ってくれない。はあ、なんで。だって私たちいずれは籍を入れるでしょ。やべえ、地獄だなここ。はあ、風が気持ちいいわね。いや、気持ちよくねえし。マルコ、そろそろ私と付き合ってくれてもいいんじゃないかしら。だって私こんなにもあなたのことを。断る。正気を保っているようですね。しかし同性から追いかけられ、あなたの意識が混濁してきている。しかもまんまと海で遊ばされました。麻酔があなたの体力を奪っているのです。しっかりなさってください。あっぶな、すっごい聖剣突き出してくるじゃないっすか。ってやばい、足に力がいらない。眠い。南の島が最後の地か。みんなバイビー。はっ。青タンになりそう。許していただく。上からだな。マルコ、マルコ。あれ、この人は。優子さんですね。うちの卒業生です。え、そうなんすか。マルコ、あなたを看病する気持ちを持っている。でもなんで。
いや、間違っていない。こっちだ。マルコと銀河流。すみません。今から、行かなきゃいけないところがあるんだ。この部位を、渡してあげてほしい。あなたは？家族は、一緒がいい。大丈夫。マルコはきっと大丈夫だよ。お姉さん、嫌われてなんかいないから。それじゃあ。マルコ。うわーい！うわー！あっちゃん！やばいやばい！もうここまで。ん？珍しいお客様ね。危ないですって！大丈夫よ。あなたたち子供には指一本触れさせないから。さ、行きなさい。マルコと銀河流。ハロ。非常食？ブヒ。行くよ。エネルギーがいる。あの戦艦を破壊するために。お弁当は？ブヒ。いっぱいあるね。よし、行こう。その子は関係ないだろ。話せ。大丈夫っすか？ありがとうございました。いや、私のせいで。すまん。つか声でけえな。私たち友情が深まった気がするね。面白いこと言いますね。あっちゃん、私も行く。ん？やっぱ悲しいことより楽しいことが多い方が私はいいと思うからさ。一人だけじゃ悲しいでしょ。非常食もいるよ。ぶったっちゃん！ブヒ。でもなんか私だけ何もやってない気がして。ありがとう。君は初めから優しいね。大きな声を出すことも大事なんだよ。けれど君、銀河は一度も行ったことないだろ。あ、パタ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 。運転。運転大変でしょ？私、意外と免許持ってます。チッ、ここまで来てんのか。おい、まだ立つな。貧血で倒れるぞ。やってこねえといけねえだろ。上陸されたって話じゃねえか。おー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 、また派手にやってんな。一応ね、私も卒業生だから頑張らないとね。ごめんください、届け物に来ました。おい、後にしてくれ。今は血が足りねえんだ。血ならあります。私もきっと大丈夫です。貧血上等の覚悟でやってきました。あとこれ、マルコのお友達からマルコが元気になる VTR だと。友達って誰だ？行かなきゃいけないところがあるって。やべえ、そろそろ立ってるのも怪しい。眠ると死にます。しっかり。まっちゃん！アルバイトで鍛えたこの腹筋を見ても断れるかな？この子は深層心理でもこの調子なんすな。ルリのいいところが出ていますね。はい、腹毛だよ。まっちゃん、私と付き合ってください。私が男でも普通に癒すわ。うわー、ひどいよ。やばい、うるさい声聞いてても眠くなってきた。行きます。え、なんすか？大きな音には大きな音を。5、4、3、2、1、爆砕。
あー眠ーい。おーおーおー飛んでる。洗濯物みたいに飛んでくよ。マルコと銀河流。うわー、どんどん地球が遠くなってく。まっちゃん、こんなのに乗ってきたんだ。いいなー。うわー、すごい昆虫みたいな船がいる。星砕き。星砕き？あれが地球を倒すエネルギー、取りに行く。じゃあさ、そのエネルギーがあれば。うん、持って帰って、ドカーン。まっちゃんも起きたら驚くかな。うん、きっと驚く。ルリ、すげーってなる。でも銀河って綺麗だね。私初めて見た。まっちゃんはさ、こんなところ旅してたんだね。うん、いろんなとこ行った。いいなぁ。でもこんなに広いとさ、寂しくなったりしないのかな。寂しい？私もね、なんかちょっとわかる気がするんだ、まっちゃんの気持ち。ん？遠い国の戦争で亡くなっちゃったみたいな。お母さん？うん。でもさ、私は顔知ってるけどさ、知らないまっちゃんはもっと不安だよね。だから探すのは良かったことだと思うんだ。ごめんね、まっちゃん。生きてるうちに親孝行した方がいいよとか生意気なこと言っちゃって。ごめんね、言っちゃったことあってさ、私すぐ声に出ちゃうから。やっぱり恥ずかしかったり、逆にさ、生きてるからこそ辛かったりもするのかなって。言いづらいこととか話しづらいこととか。でも今はあっちゃんがいるから平気か。ルリはマルコのこと好きか。え、もちろん。そうか、よかった。あっちゃんのことも好きだよ。初めて見た時は鳥だと思ったけど。銀河にはいろんな生き物がいる。綺麗な生き物、不思議な生き物、眩しい生き物、触っちゃいけない生き物。いいなあ、私もたくさん見てみたい。ブヒ。大丈夫、あの星はきっと大丈夫。ブヒ。ん？どうしたの？ガソリン足りないの？もう尽きそう。ほえー、早いね。ブラックホールギャラクシーを積んでるから早い。あ、でも違う星に着きそう。え、大丈夫？着陸地点は X348892Y78912Z は0。ブヒブヒ。入力完了。ここがスーパーエネルギーの星。すごくお味噌汁の具に特化してる。お味噌汁制だね。隊長、コツとかありますか？うん、体力勝負。よし、たくさん寝たから頑張るぞ。うん、なんもない。あっちゃん、なんかすごく視線を感じるんだけど。視線？なんか怖いな。あー、なにこれ。お味噌汁の神様、なんか囲まれてる。ルリ、これエネルギーになる。どうやって倒す？無理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 。お味噌汁のお鍋なんてもうできてないよ。お味噌汁にはしない。お玉も。お味噌汁にはしない。あ、これはまっちゃんにもらったドライヤー。私は知っている。これの使い方を知っている。それ使う。銀河はいつ
銀河を生き抜く。好きなお味噌汁の具は具です。具のお味噌汁です。いいじゃん、わっちゃんにもらったの捨てらんなくて。まだ来るぞ。才能があるな。ブヒ。大量。これをどうするの？拾い集める。え？ジューサーにかける。え？スイッチを入れる。え？わかったよ、やるよ。頑張るよ。私ルリ、お蕎麦屋さんでアルバイトしてるの。でももうバイト戻れないかも。スイッチくぃー、私頑張るんだ。みんなのために、地球のために。ゴーゴー、完成からの乾杯。あとはこれを持ち帰るだけ。アイスクリームにもできそうだね。眩しい。空が輝いてる。何をしている。警察だ。え？マルコと銀河流。どうするの？撃つかどうかってこと？妖精も来てる、急がないと。でも遠いよ。お金がどうとかじゃない、遠いんだよ。そんなこと分かってんのよ。でもやってみなくちゃ分かんないでしょって言ってんの。あのね、幸運だけじゃどうにもならないんだって。だいたい一発も撃ったことないし、あれから出るのは鉛玉でしょ。おもちゃが海に、それで落ちて終わりだよ。おもちゃじゃないわ、あれは母が今までの伊勢崎がコツコツ積み上げてきた宝物だ。なあ、ほら下がってる。だから画面見てないとヤバいんだって。こういう時はチャンスよ、逆にチャンス。もう上がるしかないわ。侵略者を倒して名をとどろかせるしか。会長先輩、ルリ。これあっちゃんからの贈り物です。ルリ、今はそんな健康ジュースみたいなものに構ってる暇は。詳しくは黒崎先輩の知識に行って。あっちゃんが。黒崎はマルコを叩き起こしに。待って、あっちゃんがどうしたの？いてて、歯が痛いな。こんなに食べたの？すごい。一回しか言わない。聞いてくれ、今銀河には二つの敵がいる。このまま僕は行かなきゃいけないところに行くから。あっちゃん、今日そんなとこばっかじゃん。食べなきゃいけない奴がいるんだ。ブラックホールの奥の奥まで閉じ込めて、二度と悪さをしないようにさ。だから君も行かなきゃいけないところに行くんだ。帰らなきゃいけないところに帰るんだ。だから君も行かなきゃいけないところに行くんだ。帰らなきゃいけないところに帰るんだ。星砕きは君たちに任せるって。すごかったですよ、銀河。綺麗でしたよ。私たちまだ頑張れますよ。あっちゃんは歯痛いの我慢して食べてた。やっぱり虫歯治ってないんじゃないかって。あっちゃん頑張ってた。だから私たちも
たくさんの悲しみを食べていた。もしそうだとするなら、あの子は。その液体貸して、城の地下に持っていく。姉さん、鍵一つじゃ足りないでしょ。え、待ってください。城の地下って何があるんですか？発射スイッチ。マルコと銀河竜。おお、貴様か、銀河竜。わざわざ出向いてくるとはな。そちらこそ、わざわざ遠いところから。よく来たね、ここが。ミルキーウェイ。天の川銀河さ、どうだい？綺麗だろう。ゴミが多いな。銀河は無。漆黒こそ銀河。光など耳障りなだけ。警告だ。今すぐ。自分の銀河に帰るんだ。アンドロメダ銀河には何もないかもしれない。でも、それは君たち次第だ。いいかい？今すぐ帰るんだ。さもなくば。さもなくば。どうするというのだ？これが何か、貴様にはわかるか？私が石を手に入れた今、貴様はもう竜ではない。ただの鉄くずだ。この銀河は、これより我々が支配する。委ねろ。黒き鉄こそ真理だ。君が支配者？笑わせるんじゃないよ。君は僕に食われる。この銀河は鉄にはならない。これからも生物は増え、豊かに輝き色づく。銀河の摂理から逃れられないのは君たちの方だよ。ほう、貴様の末路を予見しよう。つまらん。竜とは名ばかり。牙も蝕まれ、あだだらけ。これでは石の力を試すまでもないな。銀河竜、その正体は黒き特異点、銀河の中心を司る。情報を食わねば生きていけぬ竜だ。しかしお前は竜であることを忘れ、その時々で生き物の形に姿を変え、時を渡り歩いてきた。お前が弱いのは生き物の真似事を始めたからだ。私が欲しかったんだよ。姿を人に変えるのは精一杯その子と友達になるためで、形が違うと嫌われるから。この子はただ友達になりたかったんだよ。群れたいという願望は動物でしかない。誰かと同じになりたいという考え方は弱者の思考だ。嫌われることが怖いか、恐れられることが怖いか、銀河竜。鉛が入ってるみたいに重力が渦巻いて、いつもどこか調子が悪いよ。
力とは常に孤独なものなのだ。扱えぬのはそいつの弱さだ。そうさ、力とは常に孤独なのさ。扱えないからみんなが求める。大きくなればなるほど巨大な重力でのしかかってくる。だから寂しいんだよ。一人はすごくさ、誰も食べちゃくれないのさ。お前そのものが重力なのだ。お前はそれに耐えきれなかった。それだけだ。眠い。もう何時間経ったかもわからん。視界もスローだし、体もだんだん動かなくなってる。すまんみんな。私はもう十分起きたよ。マルコ、しっかり。いいんすよ。私は一度死んだんすから。古い記憶に。こびりついてる。さらわれたあの日、私は。腕を切られたくらいで諦めてどうするのですか。あなたは銀河一のトレジャーハンターだと。誰が言ってたんすか。あなたの友人です。結局盗っとさ。トレジャーハンターなんて、そんなかっこいいもんじゃない。罪を重ねた腕なんすわ。だから罰が下って、亡くなっただけで。マルコ、マルコ、このままでは。こんにちは。いいのかしら、これで。ん？うん。どうも、コロッケのおばちゃんです。マルコちゃんが手術頑張ってると聞きました。また元気になったら、いつでもおいでね。この声、おばはん。さて、引き上げるか。待って、止めないで。もう届かねえよ、意識がないんだ。あの子から言われてるの、これをかけっぱなしにしてくれと。だからあの子って誰だよ。友達よ、大事なあの子の。マルコが姉妹に遠慮するのは僕がいるからだと思うんだ。家族を選べば僕を失うんじゃないかと思っている。でも本当は家族のそばにいた方がいい。それが生き物というものだろ。僕は平気だと伝えてほしい。あと、あなたたちには謝らないといけない。今までマルコを連れ回してごめんね。息子へのプレゼントの話聞きました。あの子はとても喜んでいました。とても人見知りをする子なのですが、お姉ちゃんに会いたいと言っています。今度お邪魔してもいいですか。コロッケでいいでしょうか。たっくさん作って持っていきます。あなたの無事を祈っています。あと一つだけ、私遠い遠い昔にあなたに似た子を見た気がするんです。初めて会った時も他人に思えなくて、微笑んだ時のあのキュッとした笑い方が忘れられないんです。その笑顔を見るたび、私は古い夢を思い出すんです。生まれた時は看護師さんにとっても可愛がられて、翌年には色白で肩幅の少し広い子で、指も長くて、私の影響でずっとピアノを触っていて、飽きっぽいくせに粘り強かったり、
人見知りで、すぐぼーっと立ち止まったり、幼稚園に入るのが嫌で嫌でしょうがなくて、泣き叫んでは机や電柱はもちろん、母親や園長先生を蹴飛ばしたり、でもピアノを触るのはやめなくて、小学校へ入る頃には初めての飛行機に乗って、私も行ったことのない海外へ行って、電話ではすぐ泣いて、帰ってきては大好きなコロッケを食べて、すぐに笑って、それを見て私は幸せな気持ちになるんです。初めて外国へ一緒に行った時もそうでした。すぐ泣いて、でも上手に弾けたよって飛んできてくれて、最近もっと幸せなことを見つけました。私が食堂で調理をしていた揚げ物を食べてくれた時の顔です。場所はどこでもいいんです。スーパーでも学校でも遠く離れていても、あの頃と味は変わっていない自信だけはあります。長くなってごめんなさい。また元気な顔を見せてください。あなたの無事を祈っています。みつこより。まるこ、ほら、いつまで寝てるの？おかんみたいに上手になる。なれるかしら。やったー、おかん、ほら、一番だった。さすが私の娘ね。今日はご飯、腕によりをかけて作るからね。おいしいご飯できたわよ。ほら、マルコの好きなチンジャオロース。はーい、おかー、転んだ。ピアノはもうお母さんより上手だから、体力つけないとね。うん。料理はお母さんの方が上手だしね。そしたらマルコ、最強になっちゃうじゃない。うん、マルコ最強になる。あの子はお前は人さらいだ。違う。親元に返さず。違う。ならばなぜ、たかが小さな星一つ、辺境の星一つのためにそこまでする？星じゃない、あの子のためだ。お前とは血のつながりもない、種も異なる。所詮はお前が始めた真似事でしかない。そういうことじゃないんだよ。振り向いてもらえなくてもいいんだよ。思い出してもらえなくてもいいんだよ。僕が探したかったのは、あの子がこの銀河で唯一のあの子だからなんだ。たとえこの目をつぶしても、あの子はこの銀河で一人だけなんだ。無駄だ。諦めろ。
君は、ここの住人かい？いえ、たまに来て練習するんです。練習？誰も来ない静かな場所なんです。さっきまでは、ですけど。これ、ピアノって言います。ああ、形は知ってる。興味深いと思っていた。君は、この機械がわかるのかい？これは機械ではなくて、楽器です。ラオンを押す。ラオンが流れる、440Hz の音が流れるんです。調律によっては、442とか、これはしばらく誰も弾いていなかったみたいで、低くなってます。青いね。ん？青い色だ。440Hz の、名前はなんて言うんだい？ A の音。私の習ってたところでは、ラオンって呼んでました。ラオン。白いところには白い音が、黒いところにはその半音が、押すと鳴るんです。その音は、それぞれ組み合わせを持っていて、二つ一緒に押すと、二つの音が鳴る。音が、しまってあるんだね。ドレミファソラシドってわかりますか？いいよ。何かの単位かい？押せば、その音が飛び出してくる。強く押せば飛び出してくるみたいで、弱く押せば、物陰から顔だけ出して、こちらを覗いてるみたいな音になります。A の音が青いなら、この音は何に聞こえますか？黄色いね。それは緑だ。それは、オレンジに近い赤。じゃあ、二つ、重なると。すごいね。夜空だ。よかった。あなたに聞かせられて。じゃあ、そろそろ行きますね。待ってくれ。一つだけ、謝らないといけないことがある。ん？君を、食べてしまって。ごめんね。いつか、言おうと思ってたんだ。でも、言い出せなくて。腹減ったとか、おかわりとか、そんなことばっかで。でも、マルコは、どんどん大きくなっていって。いいんですよ。そのせいで、あなたは虫歯になった。へっちゃらさ、これくらい。君の悲しみに比べたら。今あの子が生きていられるのは、あなたが噛みついてくれたからだよ。銀河の果てと、何一つ変わらない悲しみを、風も止まり、音も聞こえない。銀河の果ての悲しみをあなたが食べてくれたから何も振り返らずに歩けた。だから後ろめたく思わないでください。紫色の夕べ、くがねのごとく輝いた山、百合の花に染まった曙、紺碧にに反り立つ朝日の丘、幾重にも色づく銀河は素敵で綺麗だったよ。私もそう思ってるし、マルコもそう思ってる。ごめんね、君を忘れちゃいけなかったんだ。いくら寂しいからってさ、いくら好かれたいからってさ、君のことを、君の気持ちを忘れちゃいけなかったんだ。長く一緒にいるってことはさ、楽しいだけじゃダメなんだ。どれだけ悲しみが刻まれたとしても、思い出にできなかったとしても、忘れちゃいけなかった。じゃあ一つ約束して。あの子もどこかで謝りたいと思っているだろうから、もしその機会があったらどこかで聞いてあげて。マルコがあ、きっと約束だ。
それじゃ。バイバイ。